を見ているの？怖くないわよ。もしあなたがお姉ちゃんだったとしてもね。お母さんと一緒に働いてるんだ。果物や野菜を売るのよ。だいたいいつも楽しいけど大変な仕事よ。成し遂げられる人物ってわけね。気に入ったわ。ちょっと見て。こんなものがあったら店の中も見ていってちょうだい。そうか、少し呪文が使えるんだ。ここは感心するべきか。最近のスカイリムの問題が何かわかるか。誰もが死に取りつかれた。どんなものでも揃ってる。質問があったら言ってくる。何でもおるぞ、友よ。まあ、いろいろとね。生きてくれ。何をやってるんだ。私を信じよう、ホワイトラン。エイムスカーを信じよう。なぜなら私こそが神様の。
神々の祝福がありますように。才能があるならウィンターホールドにある魔術師大学に入るといいかもな。新しい召使い、肉はレアが好きなの覚えておいて。あんたに祝福あれだ。あんたの歩く先々で見事だ。随分役立ってくれたな。ほら報酬だ。購入できる装飾は全部買われた。もう提供できるものはないよ。冒険がいるのか。火事場でエイドリアンと話せ。そして見よ、友よ、この醜い真実。ダンスシチューにも飽きた。魚と鳥はもうたくさん。お腹いっぱいの蜂蜜よ。柔らかいダークイブはどうだい。幸せになって。気に入ったものがあったら教えて。何にいたしましょう。ああ、それじゃあ錬金術師さん。治療薬が必要ならいつでも来てね。最近の問題が何か分かるか。
の年寄りのところへおしゃべりの相手に来ておくれよ。昨日、ドラゴンが町の上を飛ぶのを見た。方角と様子からして、北東のシェアポイントに向かっていたぞ。言っておくが、お前の存在が帝国の公務の邪魔をしている。消えろ。帝国の公務だ。さあ行け。Thank you.
この辺では見ない顔だね。待って、まあ多めに見てあげるよ。本気なでも何の僕の用だ。そうだよ、毛皮と木の枝を白く塗ってスタンプに結びつけるんだ。あなたは大丈夫そうだ。即席のフロストバイトスパイダーさ。プロトナー、あなたの犬がフロストバイトスパイダーだなんて誰も信じないわ。もし信じたとしても殺そうとするだけよ。それじゃ大したいたずらにはならないわ。ああもちろん。じゃあ何をする？それじゃあ鬼ごっこ。あなたが鬼よ。おい卑怯だぞ。スタンプ捕まえろ。バカな犬ね。僕を怒らせたら嫌がらせしてやるからな。少しじゃなくてたくさんね。何者でもないよ。あなたがあの探り回っていた訪問者ね。部屋と食事、飲み物ならある。俺が料理する。他に言うべきことはない。ほらこれを見ろ。市長の部下がここに来て手配書を置いていった。リバーウッドではちょっとした三角関係が起きててね。見てってくれ。私はこの宿屋の主人よ。よそ者について把握するのは私の仕事だわ。私は宿屋の主人よ。よそ者について把握するのは私の仕事だわ。何か用か？ちょっと見てくれ。わかった。
何か用？ん？ああ、それじゃあ錬金術師さん？ご機嫌。聞いてるよ。何か用か？
何か用か。エルフの姉妹よ、こんにちは。故郷から遠く離れて馴染みの顔。リバーウッドも悪くない、ノルドの村にしてはな。じゃあな。リバーウッドも悪くない、ノルドの村にしてはな。小さな村だけど懸命に働いて自分たちでやりくりしているの。友よ、神のご加護を祈っている。わかった。
あなたが可愛いのは認めるわ。でも夫のアルボアには近づかないでね。何か用？油断は禁物だ。油断は禁物だ。忌々しいストームクロークの反乱軍め。あなたが可愛い。薬を調合するんだろう。エールを作ってくれないか。何の用だ。気をつけて。
大学から来たやつだな。聞いているぞ。盗賊を始末してくれてありがとう。これでリバーウッドトレーダーは同じだ。ワインをいただける？すぐに行く。この爪があるべき場所に戻るのは私たちにとってとても大切なことなの。ありがとう。ん？待ってるよ。乾杯をしよう。若さと過去に苦難の時は今終わりを告げる。鋼の意志で敵を追い払おう。奪われた故郷を取り戻そう。あなたが無理回っていた訪問者ね。ウフリックに死を、殺しの悪と打ち破った日には飲み歌おう。我らは戦う命の限り、やがてソブンガルテに呼ばれるまで。それでもこの地は我らのもの。今こそ取り戻せ夢と希望を。ここリバーウッドに旅人はあまり来ないの。もちろん一泊でいいわね。戦争のせいでこの頃は人が寄りつくことがないわ。ああ。かつての英雄赤のラグナル、ロリクステッドから馬を買ってやってきた。ああ、昔の自慢ばかりしては威張り散らし剣を振り回した。だがついに黙る時が来た。盾の乙女マチルダが彼にこう言った。今こそお前が蜂蜜を飲み終わり、その嘘を語り終える時だ。そして聞こえたのは激しい剣の音、乙女マチルダの渾身の一撃。
部屋と食事、食欲を満たすものなんかどうだ。また今度。面倒は避けろよ、エルフ。
近づくな。下がれ下がれ。
そんな危険な魔法を持ってうろついたら揉め事が起きるぞ。うんうん。
鮮な空気を吸ってみろよ。
行かなくちゃ。お力にはなれません。私はデンジェールのただの侍女です。外で犬を見たか。よくは知らない。鍛冶屋が道で見た犬に賞金をかけた。お前が見ていればと思ったんだが。見張りを続ける。ここにいる間は面倒に巻き込まれないようにな、よそ者。剣を見なかったか。毛並みが良くて立派な姿をした奴が町の近くをうろついてるんだ。門番たちに探してくれるように頼んでおいた。自分で捕まえる暇はないが、ああいう獰猛で忠実な獣をお供にするのも悪くないからな。捕まえてきてくれるなら新鮮な肉を渡すから、それで釣るといい。ありがたい。うまくいったらいくらか包むよ。この肉を使って町外れの道を探してくれ。会えて嬉しいよ。やっと使えるやつが来て。なんだ、何の用だ。これで奴らも思い知ったろ。受け取れ、当然の褒美だ。新しい従事の枠が空いている。名誉として与えられる肩書きだが、しかしこの肩書きを町の人々を助けてくれたら従事にしてやろう。では行け。また会いに来てくれ。また何か頼めるかもしれない。
スカイリムの中を目につくとは信じられない。何か欲しいのか。いや、兄弟と違って俺を知らない奴だからって嫌いやしない。ストームクロークでも大勢の奴に会ってしまう。昔のことだ、今は違う。ウィンドヘルムの近くで小競り合いがあって、そこで怪我をしたんだ。もう何年、今はもうウルフリックの名のもとに剣を取ることはないが、帝国の助けは一切必要ない。ガラクタだって言う人もいるけど、俺は宝物って呼んでる。この店で盗みを働けば後悔することになるぞ。気にするな、ポルンド。こいつ、なんか怒りっぽい。法的もあるのに、忠誠はそれ以上に良い。俺の忠誠はデンジェールに誓っている。ちょっと見てくれ。武器や防具がいるなら火事場を訪ねてきてくれ。大学から来たやつだな。聞いている。何事もないな。ゆっくりと火のそばに座って、すぐ人をやりますから。シロディールでの戦いから逃れたのに、結局スカイリムで。ほら、これを見て。市長の手下がここに来て手配書を置いていったわ。食欲を満たしましょうよ、ね。町で面白い噂があれば必ず教えてくださいね。これはたまには晴れの日が何日か続いたって良さそうなものですけど。もちろん一泊でいいわね。お部屋へご案内します。若さと過去に苦難の時は今終わりを告げる。鋼の意志で敵を追い払おう。奪われた故郷を。他に何か必要なものがあったら何なりと。
いつかデクラを送り上げるだけね。フレックに死を、殺しの悪党を、彼女がデンジェールに使える時間は減るといい。飲み歌おう。あなたたち二人とも雇えたらいいのに。本当にそう思うよ。我らは戦う命の限り。あなたならすぐにこの辺りのレッドマンズドリンクへようこそ。それでもこの地はちょっと見て。今こそ取り戻せ夢と希望を。街で面白い噂があれば必ず教えてくださいね。強い飲み物は霊気を追い払ってくれるわよ。この墓地に眠っているのはバルクリースの子供たちだ。破壊魔法は構わないが、建物を焼き払うのはやっと。ずっとお前さんを探していたよ。お前さんの力が必要なんだ。俺はバルバスってんだ。困っているんだが手を貸してもらえないか。分かってるよ。戦争にドラゴン退治、ギルドの仕事もあるだろうしな。いいか、準備ができたらファルクリースにあるハエマールの不名誉で落ち合おう。お前は見かけほどないな。おお、何とも思っていないようなら私は相手になるぞ。ずっとお前さんを探していたよ。今やスカイリムは巨人や空飛ぶトカゲ、日本足の猫男だのの巣窟だというのに、何を驚くことがある。ああ、喋ったとも。黙るつもりもないがな。俺はバルバスってんだ。困っているんだが、手を貸してもらえないか。
マスターと喧嘩しちまったのさ。つい口論になって少し熱くなりすぎてね。この口論を仲裁してくれる誰かを見つけろって追い出されちまった。そこにお前さんがやってきた次第だ。愉快なやつだな。俺のマスターは願いを司るデイドラの王子、醜いクラビカス。わかると思うが、極めて重要な存在だ。ありがとうよ。俺がバイルに追放されて以来、彼の力は弱くなっている。祠から遠く離れたところには力が及ばなくなっているんだ。ハエマールの不名誉に彼を信奉する教団がある。そこに行けば彼と話せるはずだ。もしこれがうまくいけば必ず礼はする。だから彼の申し出は一切信用するな。いいな。重要な届け物があるんだ。おしゃべりしてる時間はない。重要な届け。あるんだ。おしゃべりしてる時間はない。
ここにいたのか。市民よ、帝国の公務の邪魔をしたからには罰金を支払ってもらう。100ゴールドさあ払え。どうしてもというならかかってくる。Thank you.
でしょ。
もう何年も密漁したって誰も損をしないよ。主張一人で全部の鹿を食べられるとでも。欲を張らな。ちょっと見てくれ。
誰かいるの？
ロン、聞いてやる。お前にはすでに最後の崇拝者の死に際の願いを叶えてもらったからな。せめて頼みの一つでも聞き入れてやろうじゃないか。信者たちは吸血症にとても苦しみ、治癒してほしいと俺にすがりついてきた。そこにお前が現れ、あいつらの苦痛を終わらせてくれたんだ。俺が考えもつかなかった方法でな。それで心から望むものは何だ？どんな取引をしたい？何？あの忌々しい奴とか。冗談じゃない。頼みは断る。なしだ。奴を始末できたら